キムチがもっと美味しくなる裏技レシピ、キムチと切り干し大根のユッケ風を紹介するよ。キムチは美味しいけど、ビールで流し込んだり、ご飯をかき込んだり、塩気が強いのが気になることがあるよね。そんな時に嬉しい裏技が、切り干し大根と卵を加えたかさ増しレシピ。コリコリして美味しいんだ。そのまま食べても、ご飯に乗せても、手巻き寿司の時に巻いても美味しいよ。あ、お皿のままは乗せないでね。おばさんの変なボケですいません。それではレシピ、行ってみよう。まず切り干し大根は、水に3分から5分つけて戻します。この間に、キムチは1センチ幅くらいに切って、卵は卵黄と卵白を分けて準備をしてくださいね。戻した切り干し大根は絞って、3センチ幅くらいに切ります。ボウルに切り干し大根、キムチ、卵白、ごま油を入れてよーく混ぜます。あとはお皿に盛って、小ネギと白ごまをかけて、卵黄を乗せたら完成でーす。キムチの旨味と切り干し大根のコリコリ感があって美味しいよ。ご飯との相性もバッチリです。そうそう、手巻き寿司の時はお皿ごとは控えてくださいね。そういえば見た目、ベビースターラーメンみたいに見えるのは私だけ？このチャンネルでは美味しい料理やお菓子を簡単にアレンジしたレシピで紹介しています。たまにおばさんがいたずらもするけど、料理を真面目に取り組んでいるよ。ぜひ、また遊びに来てね。それでは今回はこの辺で、さようなら。